誠に片付けない。槍には自信があったが、毛量の類いとは戦ったことがござらぬゆえ遅れを取り申した。長く続く戦乱が故、 国元では民草は窮し、怪異が溢れておる。まもなく石田徳川の間で天下を二分する戦が起きるであろう。民のためこの戦を天下太平への戦、最後の戦とせねばなるまい。